こんばんは。それでは今日も晩酌したいと思います。じゃあ乾杯。今日はですね、すき焼きを作りたいと思います。材料は、まず、糸こんにゃく、それから木綿豆腐、そして、肉はですね、豚肉にしました。国産豚の細切れ、98円でした。この3種類で、すき焼きを作りたいと思います。じゃあ作っていきます。まず糸こんにゃくを入れます。で次に木綿豆腐を入れます。全部で 271g です。で最後にこのタレを入れます。適当に入れて火をつけます。それではちょっと弱火にしてかけていきます。前菜がですね、これ美味しい好きなやつ、濃厚卵のマカロニサラダ、これ食べます。それといつものキャベツです。それではいただきます。このマカロニうまいんですよ、これ。ちょっと水を加えます。水を入れてから、再沸騰しました。すき焼きの完成です。すき焼きなんで卵で食べたいと思います。まず豚肉と、優勝です。卵もう一個入れます。
しかった。ご参加。ふう、お腹いっぱい。それでは、今日のお菓子はこちらです。カールの薄味です。明治。1袋あたり 68g で 335kcal。 あと塩が 1.2 です。カールってノンフライなんですね。知らなかった。おいしい。だしのうまみカール、風味豊かな和風だし。今日は一本でやめときます。それではおやすみなさい。